こんにちはデジカムチチャンネルです本日はですねコシナのフォクトレンダーから発売されるニコン F マウント用のレンズノクトン 55mm f1.2 SL2S を紹介します5月発売予定で価格は税込8万8000円になりますクラシックな仕立てとニコン F マウント機における汎用性の高さが特徴になっている SL2S シリーズ5本目のレンズになります CP プラスでの参考展示を経て正式に発売されることが決まりました このレンズは 55mm f1.2、かつ CPU 内蔵というスペックを持っています。これはニコン純正レンズにもないという点をこしながアピールしています。その背景について後で説明します。で、レンズの構成は新規の光学系を採用していて、開放と絞ったときでは少し描写に差があるようなイメージだそうです。それで外観を見ますけれども、このローレットの感じ、それからアルマイト、 の仕上げ、これまでの SL2S シリーズと共通になっています。でここの指標のリングの部分これも黒なのは新しい点ですねこちらに SL2S シリーズ一番最初に出た 58mmF1.4 のシルバーリームというのを持ってきましたけどもこういった感じでここがシルバーのリングだったんですけどもこちらは黒ということになっています。そしてこの前面のフィルター系ですけどもこれ 52mm になっています。 これはニコンファンの方には説明不要ですけどもニコン F システムの初期にはアタッチメントサイズのの統一といいうのが謳われていましたえ。つまりフィルター機を極力統一してフィルターを共用できるとかそういったユーザーメリットを提供するということをアピールしてたものでしてその中心にあるのが 52mm というサイズでした。A フレンズの時代にはあんまりピンとこない話かもしれませんけどもこのシリーズの最初から 52mm ということでそういったところにも思いがあるというシリーズといえます。 そしてこのレンズ 55mm f1.2 というスペックを実現するための工夫について小舎の担当の方に詳しく聞きましたのでその話を紹介したいと思いますまず CPU 電子接点がいるわけですね後ろのここですこの電子接点を搭載しつつ f1.2 を実現するためにはこの一番後ろの後玉径を確保する必要がありますこれがあるのとないのとではこの後玉径の上限に 差がありますからそこに難しさがあるというわけですでですね一つにはこの一番後ろの後玉これを金属かしめという手法を使って固定していることにあります金属の枠にレンズを入れて枠を曲げてレンズを固定する方法です通常は枠にレンズを落とし込んでネジで止める押さえという方法を使われます一番後ろのレンズの周りにこのグレーのパーツが見えると思いますけどもこれ押さえのパーツですね。 ただ、この押さえをやりますと、この分、後玉径の限界が少し小さくなりますから、かしめにすることで、このギリギリまで大きなサイズの後玉を使えるというところがありますね。まあ一方、この押えのメリットとしましては、メンテナンスが容易というところがあります。まあその点でいきますと、この金属かしめというのは、一度この後玉を外そうとすると、この金属の枠を、 外す必要があります。枠ごと交換する必要があるということなんですね。で、このやり方はフォクトレンダーのレンズに今までも採用例はあったそうなんですけどもメンテナンス性の理由から極力抑えてやってきたというお話でした。ただ今回は F1.2 をやるというコンセプトがありますから金属かしめを使っているということなんですね。でもそれだからといってメンテナンスが難しい例えばこの後玉のクリーニングをするためだけにいちいちこの金属の枠を外す必要があるかというとそこはさすが抜かりがなくてですね その場合を考えてもし後玉に汚れが出たとか何かメンテナンスをしたい場合は逆側からアクセスできるようにしてあるとこの金属カシメの後玉を外さなくてもアクセスできるような構造をとっているんだそうですねでこの後玉サイズを実現するにあたって当初はレンズの D カットと言いますけどもちょっと前にズーム倍率の高いコンパクトデジタルカメラなんかにもあったようなレンズの 一部をこうカットして収めるという手法がありますけれどもそれやってしまうとボケにその形が出ちゃうということでやめたんだそうですねあともう一つの工夫としましてはマウントの部品に穴を開けているというのがありますここなんですけれどもこのマウントパーツの側面のところに穴が開いていますで、中の部品が見えてますねこれ自動絞りの連動レバーなんですけれどもこのレリーズと同時にこう動く ものですね、これのレバーがあるんですけどこれが F1.2 をやろうとすると内部でこのマウントのパーツに干渉してしまうということなんで。 マウント部自体に穴を開けてその干渉からレバーを逃がすという手法をやってるわけですね。これってニコンだったらこのやり方を採用するだろうかっていうぐらい結構なんて言うんでしょう攻めたようなやり方なんで非常に興味深いなと思いました。まあいずれにしてもこの金属カシメというやり方にしてもこのレバーを逃がすやり方にしてもこっちは社内で設計をしていますから機構設計と工学設計の担当者で相談しながらこういう形を決めて55ミリ F1.2 CPU 内蔵というのを実現したんだそうです続きましてはニコン F マウントのカメラとの組み合わせを見てみようということでデジタル一眼レフとしてニコン DF を持ってきました装着してみるとこんなような感じですね、まあ、クラシックなスタイル昔のレンズも似合うようなスタイリングになっていますからこの SL2S のレンズもよく似合っていると思いますサイズ感としてはこんな形ですそれでこのレンズ絞りリングがあるわけですけども DF の場合カスタムメニュー内のコマンドダイヤルの設定 それから絞り値の設定方法で絞りリングこれを選びますとこの絞りリングを使って絞り値を変更すすることができますお次はですねこちらフィルム一眼レフの2コマと EL を持ってきてみました。 フィルムカメラが人気っていうことでニコンの一眼レフはもちろん人気なんですけどもやっぱ人気の中心って F とか F2 みたいなフルメカニカルの機種だと思うんですが実はこういった電気系のカメラの方がお手頃ですしこれも1万円しないいいぐらいで買えると思います、まあ、なぜかっていいますと電気系のカメラって結構壊れたら治らないかもとかそういった話がありまして。 若干不人気なとところがあると思うんですけども逆にそういったカメラの方が今後動く個体がもし減っていった場合に直してくれる人が少ないんじゃないかという考えも立ちますから逆に機械式フルメカニカルのものは基本部分っていうのはこの先も直せるはずという見通しが立ちますから実は今安いうちにこういった電気系のカメラまあこのカメラ ニコマと言えるであればマニュアル撮影も全く問題なくできますからこういったカメラでまずは楽しんでみるっていうのも非常にいいんじゃないかなと思って今組み合わせてみました。というわけでここに露出系連動詰めがこのレンズついてますからこれによって対応するカメラ露出系で連動露出系とか、e、撮影ができるとそういうことになってるわけですね。デジタルルカカメメララででもも使使ええて、フィルムカメラでも使えると、そういった、 これもサステティナビリティといううやつでしょうか、非常にマニアックなこだわりポイントだなと思うレンズでした次はレンズフードの話なんですけども先にお話した通りこのレンズフィルター径が 52mm ということになっておりますで前のフィルタネジのところにこの純正のフード別売りで5500円ですけどもこれをねじ込みで取り付けるというスタイルになっていますこんな形ですね筒型のフードになっています ですがフィルター系 52mm と聞いたときにどういうことが思いつくかというとですね例えばこういうことが思いつくわけですねこれもニコン F の最初の頃の 50mm と 58mm14 用のフードですねでこのあたりも今も同じ品番があったりするんですけども昔の仕上げの HN2 とかちょっと新しめの HN3 とかこのあたりも 52mm のねじ込みなので。 例えばこういったものをこのコシナフォクトレンダーのレンズにつけて楽しむとドレスアップ的に楽しむといこともできるわけですね私自身としましてもこの先にお見せしたこの 58mm f1.4 を購入したときにまさにこのフードを買ってきて組み合わせで使っていましたそうすると多くの人はこのレンズがコシナ製だということに気づかなくて何ですかっていう話になって盛り上がるとそういう楽しみ方がありましたこのあたりのフードというのも 中古カメラ店ととかリサイクルショップで1個1000円もすすれば手に入ると思います私自身この辺りのフードというのはですねそういったふうに買ってきたものでミラーレスの,の ZFC ありますけどもあちらに 28mm の単焦点レンズが組み合わされていますがあれフィルター系 52mm なんですねなのでこれをつけてドレスアップ的に楽しんでいたとそういうようなことでして、まあ、こういった趣味性の高いレンズですからこういったコーディネートみたいなところも楽しんでいただければいいかなというふうに思います。 えというわけでですね今回は、えー、コシナの新しい F マウント用レンズノクトン 55mmF1.2SL2S についてこの大口径化の背景とか、まあ、フードで遊ぼうとか余談も多めにちょっとお届けしてみたわけですけども、えー、いかがだったでしょうか。えー、最近 シナさんも公式 YouTube チャンネルを始めておりましてですねそちらもなかなか面白いのでこれを機にチェックしていただければと思うんですけども、えー、CP プラスで参考展示された製品についての解説動画が上がってましてその終わりにちょっと面白いムービーが入ってます、えー、そちらも併せてご覧いただければと思います、えー、というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございました、えー、高評価チャンネル登録などで応援よろしくお願いいたします